紀の国紀北は紀の国の北部である。紀北地方、紀北地域、紀北エリアなどとも呼ぶ。紀中と紀南に、あるいは紀南に対する。古い地名ではなく、紀北、紀南の初出は1916年である。ただし基本的に和歌山県と三重県のそれぞれで県土の紀の国部分の北部を紀北と呼び、県外は考慮しない。紀の国は有事型をしているため、 その北部であっても、両県の紀北は接しておらず、全体を合わせて、紀北と呼ぶことは、まずない。北中南に3分する場合、旧海藻軍、長軍、糸軍が紀北である。南北に2分する場合、旧有田軍を加える。あるいはさらに旧日高軍を加える。最も抗議の場合、3分した場合の紀北と紀中に、当たる。なお二千五年より、日高軍竜神村が、 田辺市流神村となっているので、この地域は除外される。より狭く、海南市、海藻紀美の町を除外することもある。いずれも場合も、中心都市は和歌山市で和歌山都市圏を形成する。2分する場合の抗義の紀北は、上古の紀の国と、ほぼ一致する。紀南は当時は、熊野国だった。3分する場合の紀北に属する三九軍は、 およそ、木の川流域に、ほぼ一致する。二分する場合の紀北に含まれる旧有田郡は、有田川流域、旧日高郡は、日高川流域に、ほぼ一致する。東紀州。北東の西町が紀北。東紀州が南北に二分される。旧北室郡が紀北である。ただし1953年に、南室郡南林内村が、大瀬市の一部となり、 1957年に北室郡西木町が渡来郡規制町金となったので、現在の範囲はかつての北室郡と少し異なっている。2005年に誕生した紀北町と紛らわしいため、現在では紀北地域、紀北地区と呼ぶことが多い。行政上はこの一市一町で紀北広域連合を作っている。 県の生活創造圏では大汗、生活創造圏とされる。三重県は、東、紀州など5地域に分けることが多いが、紀北、紀南など7から10地域に分けることもある。紀北は、三重県の中では南部だが、紀の国の中では、北東部に位置し、中心と大瀬市の井戸は、和歌山県有田市と同程度である。紀北は古代、中世には、紀の国ではなく、 島国安を軍だった。天文天正頃、紀の国室君に移された。ありがとうございます。